ヤクルト西武という日本シリーズ初めての顔合わせ、ファンにとりましてもさまざまな興味がありましたが、西武です。辻、平野、秋山、清原、そして昨日2本のホームランを打ったデストラーデ、石毛、田辺、伊藤、そして先発ピッチャーは各、昨日先兵として打って走った飯田、そしてタイムリーを打った新井、猛打賞の古田、昨日は一発は出ませんでしたハウエル、そして広沢克己、池山、今日も畑がスタメンライトです。そして8番に戸増のラストバッターピッチャー荒木大輔、さあ各がマウンドに上がりました。昨年のカープとの日本シリーズでも第2戦に登場、今シーズンは14勝4敗、前半で10勝してしまいましたが、後半はちょっと腰痛、体調が思わしくありませんでした。鶴岡さん、各の先発はもう第2戦十分予想されてましたね。私はもう2戦は勝つだと、実績からいきましてもそろそろ第1戦で投げてもいいんじゃないかというような日本シリーズの成績なんですが、ちょっとね、もう一時のね、いい時のスピードがないですからね、はい、まあ、うまくコントロール、その中でスライダーシュートでね、彼のいいのは球が低めにいくんですよ。これがまだいいところは持ってますね。シリーズの成績はこれが6試合目の登板、失礼、8試合目の登板で2勝3敗、セーブ1、防御率が 4.28。結構打たれてるんですね、過去は。そうなんですね、昨年の第2戦も中盤で広島打線に捕まったといいましょうか、フォアボールから自滅の格好だったですね。ゲストの森田さん、この1番の飯田という選手のどういうタイプって紹介するのが非常に難しいんですが、そうですね、ヤクルトファンにとりましては頼りがいのある一番じゃないでしょうか。だから鶴岡さんがいらした時のですね、広瀬みたいな感じじゃないかと思うんですけどね、もうやでやでしょうがないというかね、もうあえてチームが、そして塁に出れば走りますしね、後に広瀬さんは南海ホークスの監督、そして NHK の解説、大栄のコーチを務められていますが、そういえば鶴岡さん、はい、広瀬さんもそういったウルス型の選手でしたが、結構長打力もありましたよね。中距離打者だったですね、はい、足が速い、どうだ、セーフ。ショートは田辺。鶴岡さん、昨日もですね、第1打席、飯田はあわや内野安打かというような微妙な判定でアウトになりましたが、今日は微妙な判定でセーフになりました。大体ね、足の速い人の時はね、内野ちょっと浅く守るんですがね、はい、今のは浅く守ってもバンドがね、緩かったですから、そうですね、はい、さあここで鶴岡さん、1回の裏という場面でですね、はい、何でもできます ね、何やってもいいんですよ。だから守備体制を見てね、はい、野村監督は攻撃法を変えると思いますね。バスターをやったり、前でなかったらバントやったりね、はい、昨日の野村監督はノーアウト一塁、ピッチャー岡林という場面でいわゆるバスター、
まあ、バントの構えをして打ちましたね、バスターね。ですから森田さん、はい、監督として、はい、映画監督として監督術にどうしても目に詰まんだということですが、バントしましたね。まずは森田さん、はい、野村監督はガッチリ来ましたね。そうですね、昨日バントが下手だ下手だって言われてたから、今日はバントもできるぞって見せたんじゃないですか。なるほどね、昨日失敗も多かったですけどね。多かったですね。3回やりましたかね、今のはね、あの選手得点を狙ったわけですよ。昨日あんな勝ち方してるんですよ、ここで選手得点をしますとね、やはり西武の方はあまり気持ちないんですよ。あ、流れに今ヤクルト乗りかかってるわけですからね。そういうことです。そういうそれをがっちり流れに乗ってしまおうという、はい、そうなんですよね。昨日の流れがそのまま今来てますから、はい、ここでチャンスを潰すとガラッと変わるんですね、日本シリーズの場合は。ですからヤクルトだとここで取っておかないとちょっとまずいんじゃないですかね。昨日はホームランを打った時に古田選手は指一本出しましてね。あれはどういう意味だったんですか。どういう意味だったんですか、ね、日本シリーズ第1号か。やっぱり選手はね、日本シリーズでホームラン打つと嬉しいですよ。そうでしょうね、お客さんもいいしね、記録に残りますからね。昨日は猛打賞、第3打席にホームラン、三塁ゴロ、石毛ランナー牽制、ツーアウトになります。飯田はそのまま。珍しいですね、古田早打ちするのは。そうですね、昨日のホームランも粘って粘って、そうですよ、古田はやっぱりあのツーストライク取られてからがいいですからね。森田さん、ファンの立場から昨日のハウエル選手はどんな印象だったですか。そうですね、昨日はやっぱり研究されてましたね、向こうに、はい、塩崎から得意のシンカーを止めて打ったセンター前ヒット1本、打打数1安打だった昨日のハウエル。したがって鶴岡さん、はい、いろんなデータを集めてですね、はい、研究してきます、まあ、その研究データがそのままハウエルの場合は生かしてました、成功したわけですよね、はい、ところがね、よくデータが逆の場合があるんですよ、はい、えらいデータと違うじゃないかと、いうことが往々にしてありましたよ、私なんて。その辺、一時戦でなすのはある程度様子を見ていくという感じもあるでしょうからね、はいはいはい、ですから両軍が例えばヤクルトサイドですとハウエルが打てなかった、西武はこう攻めてきたということを昨夜また分析してるでしょうから ね、 そうですね。だからデスカラーデなんかは相当ヤクルトは研究してるんじゃないですか、昨日あたりまたね。あと問題はデータといっても内藤ゲームのデータなんですよね、結局は、はい、だからこの選手の心理的なものでやっぱりデーゲームと内藤ゲームではだいぶ違うと思うんですよ。だからそこら辺がね、その今鶴岡さんが言われたような負荷的な要素が入ってくると思うんですよね、データと違うというか。それと日本シリーズという、そうですね、違う要素ですよ ね、そうですね、雰囲気が違いますからね。
しました。それと鶴岡さん、はい、外野はセンター秋山、ライト平野はもちろんリーグを代表する選手ですが、昨日も最後の場面レフトデストラーネの不安が出ましたよね。やはり慣れてないからね、特にランナーをスカリングポジションに置いた時、セーブサイドとしてはちょっと外野に特にシングルヒットが飛んだ場合ですね、はい、特にレフト行ったら困るんですよ、これで3アウトです。二塁に飯田残塁、ハウエルは結局スイングアウトの三振、これが空振り。一回の攻防は西武三者凡退、ヤクルトは先頭の飯田が出塁しましたが得点なく終わっています。とか、それは分かって言わないと、かえってそのアドバイスが無駄になることがあるんですよね。なるほど、2回の裏です。広沢克美から鶴岡さんもベンチワークのご苦労は数々なさったと思いますが、やはり選手の心をつかむ、性格をつかむフェアです。石毛好プレー、ワンアウト。私はね、あれ長く やらせてもらったからね、大体もう選手の性格は大体分かってましたね。それによってある人にはこういうことを言う、ある人にはまた違ったことを言う、まあ、人によって違う場合もありましたですね。チームの方針とすればこれは全部がこういうふうに持っていこうというのは全部の前で言いましたけど、やはり言葉の選択とか声の出し方、その辺までモレツさんサジェッションするときには気を使いますか？気使いますね。やっぱりそのみんなの前で怒れない人とかいるわけですよ、ですからそういう人にはなるべくこう2人だけにして小さい声でね冷静に話すとか、それはでもやっぱり監督やってますと慣れてきますから自動的に分かってくるんですね、センサーみたいに。昨日はノーヒットの池山、今シーズンの池山は野村監督の指導でバッティングフォームをキャンプから変えましたよね、まあ、それが原因というわけじゃないんでしょうが不審でした。どうでしょうか、年々このスイング自身はコンパクトになってるんでしょうかね。そうですね、だいぶアベレージが上がってきたと思うんですよね。昔は本当に三振しかしないっていうか、本当にたまにしかホームランも打たなかったんですけど、やはり今年なんか打ってますからね。結構昨日も三振が2つありましたが、まあ、ファンの立場からいきますと池山らしさが逆にバッティングフォームを小さくすると失っていくんじゃないかという寂しさもあるんじゃないでしょうか、だからそのコンパクトにした分もう少しヒットも多いといいんですけどね。やっぱりまだね大振りが多いんですよ。伸びがありません。秋山2アウト。鶴岡さん、昨日から秋山の追い方がちょっと気になるんですよね。ちょっとこのねグラウンドに慣れてないんですよね。だからまあお客のに今日はまあネット裏はまあ白いのがあんまり目立たないけどね、はい、黒いのがあるんですがちょっと慣れてないんだと思うんですよ。距離感がつかめていないようですよね、はいはい、不自然ですもんね、はい、そういうのありますよ。地方遠征行ったりね、何かした時にちょっと止まることありますね。ボールが回転しています。石毛スリーアウト。2回の裏ヤクルト三者凡退です。し
かし、あの石毛もベテランになりましたけど、いい動きし、いい送球しますね。そうですね。そうですね。ここから踏ん張りが効くんですよね。球で負ける場合もある。そうですね。だから丁寧にピッチャーは投げてますよね。だからそうは打てないですね。8番の戸間篠からです。3回の裏、イメージとして森田さんね、その、はい、勉強し尽くしている両チーム見てる方もなんとなくこの疲れますね。そうですね。おファールボール、これが鶴岡さんがおっしゃった一球で決まる場合があるという怖さですね、はいはい、今のはインコースの高めでストレートだったんですね。もう絶対あんな高い球投げないでしょう。でも友達の方はこの日本シリーズなんかリズムが上がってますね。あのシーズン中はこういうフライもあのファールもなかったですよ。あ、奥には結婚式も近づいてますね。なるほどね。三塁側ベンチで見ているお兄さんはどんな気持ちでしょうかね。戸間篠兄弟、このシリーズの話題になっていますが、軽いですね石毛。うまい。無駄な動きはないんですよね。このピッチャーのバッティングなんですけどね、はい、あのパリーグの場合指名代打ですよね、ええ、まあ、セリーグでやっぱりヤクルトのピッチャーみんなね結構うまいんですよ、バッティングが。特に荒木とか昨日の岡林、それから、ね、意外とセーフ注意してほしいのは伊藤のバッティングがね、これが意外とねうまいんですよ。鶴岡さん、西武ではあのピッチャーの工藤のバッティングが目立ちますよね、はい、あの左だね、投打の活躍の日本シリーズがありましたね。その工藤ですが、鶴岡さん、今日はベンチにしてません。あ、そうですか。昨日の練習で再び足を痛めて、はい、テーピングをするような状態で今日は全く練習もしなかったですね。あ、そうですか。したがって西武の森監督しましては、あのピッチャーのプランがセカンド辻のプレーです。ツーアウト、かなり狂ってくるんじゃないでしょうかね。狂いますね。特にあの先発ピッチャーがね、工藤しかいないですからね、もしも本当に太ももを痛めてるならば森監督としてはちょっと頭痛のためですね、はい、黒江監督は1勝1セーブを工藤には期待していたんだかなとね、言ってましたが、それは本間もんですか。はい、今日は一応ですね、ベンチにも入っておりません。休養を取っています。工藤が使えないっていうのは大きいですよね。そうですね、特にここ一番に強い、日本シリーズ強いですからね工藤は。はい、でも本当ピッチャーのところで気を抜くしかないですもんね。そうですね。過去はバッティングが上手くない、あ、過去はもう指名代打ですからね。でも日本シリーズで全然打ってないですよね。過去は、過去は先ほどはうまくバントを決めましたね。清原が追いますが、ヤクルトファンの中、飯田のヒットが唯一のヒット。第1打席のショート内野安打、足を生かした内野安打を奪いました飯田。
田が歩きました。初めてのフォアボール、ツーアウトランナーが一塁。さつかさんね、はい、あの足の速いような人がおりますね、飯田のような、塁へ出しちゃいかん、塁へ出しちゃいかんと思うとコントロールが狂うんですよね、ちょっとのところで。セントラルの盗塁を飯田が出塁。これツーアウトですからね、バッターは荒いでしょ、だから単独の盗塁ありますね、はい、昨日は飯田一つ盗塁失敗してます。失敗したですね、はい、あれは伊藤がいい球投げましたね。そうですね、しかもバッターは左の荒い。おお、体にはボールは触れていません。厳しく攻めます。森田さん、ファンの立場からここは飯田のスティールを期待しますか。そうですね、もう絶好の場面なんですけど、ただ昨日伊藤が刺してますよね。ナイスボールでした、ね、え、伊藤の阻止率はあまり良くないんじゃないですか。3割台ですね。あ、そうですか、はい、2割ぐらいだと思ってたんですけど。でもここはアウト、もともとで走ってくると思いますけどね。スタート切らず。私らがね、あの監督の時に広瀬が塁出ますね、はい、ツーアウトで、はい、そうすると2番バッターにね、走るまで打つないんです、うん、走るまで打つない。ところが広瀬が早く走らないとね、ええ、ストライクトントントンと取られてね、はい、あの三振することがある。新井が一番イライラしてるかもしれませんね、はい、ここも走らず。やっぱりあの投手の癖をね、盗み切らないんですよね、うん、こればっかりあのデータとかなんかじゃなくて、やっぱり肉体的なもんですからね、その癖みたいなものは、はい、ですからどうしてもね、やっぱり飯田も困ってるんですよ。飯田どっちかというとその投球の癖を見てね、それで走る方ですから、そういう点ではやっぱりちょっと迷ってのはありますね。あのね、森田さん、角、はい、はうまいんですよ。うまい方ですね、編成は。クイックモーションで投げてストライク、三振です。結局ランナーもバッターも何もせずに、はい、一番悪い結果になってしまいましたね。結果が悪いんですよね、はい、みんな気持ちは持ってるんですよ。3本粘りました。2エンド1から右膝をつくように打ちました。左中間のロングヒットかなと思ったんですが、そのままオーバーフェンス、ツーランホーマー。打球はね、伸びましたね、途中。そうでしたよね、はい、で飯田がね、諦めましたよね。先ほど鶴岡さんが清原は何か違うものを持っているとおっしゃいましたが、何でしょうね。やっぱりね、野球史に生まれたような選手でしょうかね。うん、森田さん、はい、この主役になるスターというのはやっぱり何か違うものがありますか。そうなんですよね、例えば清原でもそのシーズン中の打率って言ったらそうでもないんですよね。そうなんです、ですからあの長嶋さんみたいなところはあるんじゃないかと思うんですよ、はい、やっぱり王と長嶋って言ったら王の方が全然成績はいいんですけど、やっぱり長嶋さんの方が花があるというかね、だからそういうところがやっぱり清原にもあるんじゃないかなっていう気がするんですよね。清原のホームランが出て守りを固める西武はレフトに玉志の兄さずかさん、デストラーデが退きました。はい、高山さんですね。リポーター高山ですが、はい、その清原のホームラン談話をお伝えしましょう。はい、
真ん中低めのカーブ、これはもうお分かりの通りですね。そうですね、はい、あのね、実はねバッティング練習なども調子が良かったんでね、この打席とは限らないけれども打てそうな予感は持っていたということでした。それからまあ高校野球でね、荒木投手といえば清原選手にとっては当時中学生で憧れだったわけですからね、そのピッチャーから打てたっていうのがね、意外と純粋に嬉しいというようなことのようですね。なるほど、はい、それからもうホームラン打ったらあのシリーズでは全部勝ってますよね。そうなんです。でこの状態はですね、ずっと続けたいというようなことで、ベンチでは一気に花が開いた感じになりました。はい、高校時代からの憧れの選手、清原投手、荒木投手から清原が先制のツーランで第2戦は均衡が敗れました。そして西武は守りを固めてレフトに玉城、デストラーデが退きました。三振飯田、ワンアウト。鶴岡さん、こうしたリードされた後の先頭バッター、守るが攻めるが大事なんだそうですね。点を入れた後ね、点を取られないようにしろと、はい、そういう面のね、この各ユピッチャーはね、必ず抑えるようにいきますね。あ、6つ目の三振を奪った各ヤクルトファンの森田さんとしては、2点取られたけどもまだ回は若い、飯田からなんだというところがあったと思いますがね。いや、そんなことはないですよ。やっぱり嫌な取られ方でしたね。あ、おっと、また秋山の追い方がおかしかったが、センターフライというのはですね、荒木が復活してですね、ヤクルトは必ず点数を取ってたんですよ、はい、こんな風に0点っていうことは初めてだと思うんですよ、でそれだけやっぱり西武の強さっていうんですかね、うん、いつも荒木が出ると点が入ってたんですけどね。ペナントレース終盤とはちょっと流れが変わってきましたね。そうですね、森田さん、あのね、今日の過去はね、ペナントレース中盤もね、はい、いい方です。あ、いい方の今日過去、コントロールといいね、ストレートといい、スライダーといい、全ての球種がいいですね。143キロも出ました。あのストライクゾーンがね、森君低いでしょ、はい、そうですね、長打が出ないんですよ。スコアブックを振り返ればヒットはなんと1本、1回先頭打者の飯田の内野安打だけ。その1回の攻撃だけです、ヤクルト。ランナーはあとフォアボールが2つ。一塁間、ホームランを打っている清原が、動きがいいですね。スリーアウトです。6回上位打線、飯田三振、新井センターフライ、古田ファーストゴロ。6回終わりまして2対0、西武が清原のホームラン、ツーランが6回に飛び出しています。11という数字が縁があるような気がしますが、まあでも荒木としては精一杯になりましたよね。そうですよね、2点なら上等なんですよね、はい、内容が良かったですね。良かったですね、投球内容がね。こうなれば3戦以降、また荒木投手の存在が大きくなりますね、はい。今日2本のヒットを打っている伊藤、伊藤がショート内野安打、センター前ヒット2本、清原がセンター前ヒットと左中間のホームランでヒット2本、秋山がショート内野安打1本、合わせて5本。詰まっているが3本目、伊藤、ワンアウトランナー一塁。森田さんが
重量クリーンナップトリオの後、新井がいますよ、田辺がいますよ、伊藤もいますよとおっしゃいましたがね、8番が3本ですよ。そうですよね、特にキャッチャーだけにヤクルトは嫌でしょうね。あー、リードがようになるんですよね。なるほどね、もう野球の鉄則ですよね、はい、我々もね、日本シリーズの時にキャッチャーに打たせないってね、森に打たせちゃいかんって言ったもんですよ、ジャイアンツの森にね。ところがよう打つんですよ、ね、それにしましても今日は各バントの巡り合わせが多いですね、はい、ということは昨日鶴岡さん勝敗に微妙に DH 制の絡みがあったという昨日の試合内容だったんですが、今日の巡り合わせは各のところにバントのケースが来ますので、むしろ良かったですね、西武の流れ。 うまいことねやりますね、各が通りです。伊藤三塁に向かう、ワンアウトで一三塁の形を作りました。ついに今度はヒッティング、森監督が動きました。よく角も応えましたね、それに。そうですね、今この瞬間、今広沢が映ってますがね、思い切ったダッシュを三塁手一塁手が見せましたもんね、はい、今日の辻の成績、一塁ランナーの角、日本シリーズ3本目のヒット、見事なバスターでした。一三塁、初球勝ってきた。さあ三塁ランナースタートを切る、畑の肩肘を痛めている。ここはスタートを切らず途中止まった。今度は一塁が飛び出している。今度は三塁ランナーがまた3本間三塁にボールが送られてタッチアウト。一瞬にしてスリーアウト。西武チグハグな攻め、2対0変わらず7回の表を終わりました。鶴岡さん、はい、今のプレーを伺いましょう。まず辻が思い切って初球から打ってきました。そして肘を痛めている畑のところに行きますね、はい、そして浅いということで伊藤が一旦止まりました。一塁ランナーが飛び出していました角、そしてこれを見て伊藤が3本間に再び出てきます。そして戻りかかったところ3アウト。それと走塁ちょっとまずいプレーを犯した角が心理的にどんな影響を受けているかですね。お、足当たった、右足当たっている。田辺清原ワンアウト、角膝をつきました。ピッチャーライナー、あ、こういうことがあるんだな。足です。右足に当たってますかね。ちょっと痛そうですね。右足です。懸命にグラブでカバーしました。とにかく一旦ダグアウトに引き上げます。投球練習場は塩崎投手がピッチング練習急に熱を込めています。17番は新谷、投球練習場が真剣な格闘し表情になってきました。インフィールドに入ります。そしてどうやらピッチャー交代を告げました。格は無理のようです。はい、塩崎ですね。リリーフは塩崎。塩崎、ライオンズピッチャーの交代をお知らせいたします。昨日は塩崎投手、渡辺久信投手を8回からリリーフしまして2イニングス、6
打たれたヒットが2本、三振が1、フォアボールはありませんでした。